約80年前、広島長崎の被爆者の人々は人間の尊厳を奪う核兵器の恐ろしい直接体験をしました。自民党の総裁選挙まであと3日。岸田総理のライフワーク、核廃絶への取り組みは続いています。ニューヨークの国連本部で行われたアメリカやイギリスなど12カ国が参加するプルトニウムなどの生産を禁止する条約締結に向けた首脳級会合に出席。被爆80年の来年、被爆者を海外に派遣したり、対外的な発信を強化したりするなどの方針を明らかにしました。核兵器のない世界への願いとともに、被爆の実相を改めて世界に、そして次世代に広めていくこと、これが必要です。来年の被爆80年、そして核兵器のない未来に向けて、岸田総理のライフワーク、取り組みは続いていきます。